はい、皆さんどうも、ナッチです。というわけで続きやっていきたいと思いますが、今回は珍しく目的が出ていないので、これは多分格闘場に来いということでいいかな。おう、ナッチか、待っておったぞい。これからあんたは星降りの戦いの大樹代表を目指すんじゃ。代表になるためには格闘場の全てのクラスを勝ち抜かねばならん。クラスを飛び越えて受けることも許されておるが、焦らずやるんだぞ。というわけで、Fランクやりましょう。ご来場の皆さん、お待たせしました。ただいまより F ランクの試合を始めます。新たな挑戦者が現れました。その名はナッチ。皆さん応援お願いします。おばあちゃんブチすらブチブチブチスラム、どこで手に入れるんだよ。これはブレス系が有効っぽいんで戦うで。ガンガン行こうで、やってくれるかな、ブレス。この量ならやってくれると思うんですけどね。早いし。頼むよ、お前、攻撃とかやんよ。いいですね、冷たい息。オッケー、強い強い。お前攻撃かい。普通にいけそう。痛い痛い痛い、痛くないな。よいしょ。またもう一回息やらないか。これで二回行動してくれれば終わりますが、してくれないか。相手は特技を全然使ってこないですね。 OK、 幸先はいい方です。まあ3連続回復なしなので、最初のうちに体力が保っているといい感じですね。では続いて第2試合を開始します。またババアガイ。アルミラージュと泥人形ですかね。なんでこうバランスを良くしてくるのかっていう。4体バラバラとかではなく、なんか再度同じモンスターにしてきたりとか、結構固めてくる。お、冷たい息。でも次は普通に攻撃するで。ミス。ワントーン。もう一丁来る。やっぱり。お前は火の息だろ。やばい。MP やめて。よしよし。苦笑いこれ勝手にしとけ。いいですよ。ドラゴンバーンは相手の能力が上がったりすると起きる。やつですね。うわぁ、こういうのがやりたかった。こういう一気に倒す、快感が得たかった。第2試合も挑戦者の勝利です。カメラがブレていますが。怪しい博士。私は井戸の底で秘密の研究をしておる。しかも超一流のモンスターマスターでもあるのだ。お、来ました。こういうメンバーを期待した。ね、何、大ガラスとミイラ男ぐらいしか見えなかったんだけど、あとはアニマルゾンビとスカルガル、あ、全員あれですね、テリーにいたメンバーですね。アントーン、木の息、いいね。あー、スカルガル早くもダウンです。冷たい息。What？ 新技今出ましたね。忘年のなんか、なんたら。なんか能力が上がったっぽいですが。でも動いてくるってことは。死んだよ。なに？
なるほど。能力かなんか上げて消えましたが。どういうことなんだ。F クラス勝ち抜きを見ると新たな勇者の誕生だ。よかったな。変な踊りしない。マスターのうちに堂々と戦い拍手を。というわけで、なんとか、てか普通に勝ち抜けますね。ようやった !F クラス勝ち抜きじゃぞ。思い出の扉と勇気の扉を王様が開けてくれたぞい。ところでナッチよ、あんたもっと強くないといいか。これちょっと、ほら、来ましたよ、配合。より強い魔物を生み出す配合という技がある。星降りのそこら、祠にいるモンスターじいさんなら詳しく教えてくれよ、と。じゃあ行きましょうよ。配合したかったんですよ。配合のシステム自体は変わってないんですかね。ジョーカー2とかと一緒の方かな。で、ちょっとブレてるんで。よし。まあ、文字があるとなぜか、これ、カメラは、やってくれるんで。多分、下に下っていけばあるんじゃないでしょうか。この井戸降りれば一瞬とかはないかな。ん？図書室？出た！おばあさんの入れ箱、入れ。これが、研究してるとこですね。博士が、多分。おばあさんの入れ箱入れだったわ。結構テリーでも大爆笑しました。テリーというか、これもテリーですけど。なんだよ。は、なんだよ、てめえは。え、マスターなのか。ふん、じゃあな。2月。んで、これでどう？あ、星降りの祠ありました。こっちっぽいですね。はい、蹴っ飛ばす。結構地図が変わっちゃいましたね、初代と。なんかありますよ。満タン？おお、当たった。まあ、満タンはこの特技、あれ、一発で回復できると。MP 使いますが。出た、この BGM。で、ダンジョンエビがあそこで踊ってるんですね、また。こんな激しく動いたのか。じゃあ、ダンジョンエビで。ピーチピーチ、いいことを教えてあげる。モンスターの卵は色によって生まれてくる魔物のランクが決まっているんだ。例えば白い卵は F から D ランクの魔物、銀の卵は C から A ランクの魔物みたいだね。でも、中身のバリエーションは豊富だから、生まれる時は毎回ドキドキできるよ。え、そもそも卵はどこで手に入れるかって？そうだね、バザー会場って買うのが一番手っ取り早いけど、一個ぐらいなら牧場の中にも手に入るかもね。牧場の投げた先にある牧草地が一番怪しいよ。おっさん。おお、久しぶりじゃのう。あ、覚えてるか、わしのこと。お主が大樹に来たとき、城に連れて行ったじじいじゃ。人はわしのことをモンスターじいさんと呼ぶの。そしてここは星降りの祠。配合と孵化を行う神聖な場所じゃ。配合と孵化は、まあ、知ってますので、ちょっと。まあ、皆さんも見てればわかると思います。まず配合してみましょう。こんな感じに父親と母親を選びます。子供の枠は5個まであるんですけど、これ。とりあえず、スラボを持ってないんで、アントツと母親を取り、まあ、こんな感じに新しいモンスターが作られていくと。お、すごい、上限値まで書いてありますね。これは便利。とりあえず母親は鳥しかいないんで、鳥一旦選択して。お、ミストウィングと配合すると、
こんな感じにランクが上がりますね。ちょっとストーリー上暴れ牛取りが必要になるかもしれないので暴れ牛取りを作りたいと思います。はい、スキルは荒くれと死神はいらないかな。素早さ、守備力アップでいいか。お、なんかかっこよくなってる。一緒やな。暴れ牛ドリーの名前は漢字使いますか。力取り、力取り、力取り。力超かもしれません。力取りってことでお願いします。ちょっとアントベアを預けて。よし。まあ、メスをまた捕まえてこいってことですね、これは。何度も言うか、配合はレベル10から。配合で親にしたいモンスターは冒険に連れ出し経験を済ませるのがいい。まあ、ちょっとブレてしまってるので、今回ここで終わりましょうか。というわけで皆さんご視聴ありがとうございました。今回は、暴れ牛取りの、なんだっけ、力取り、力取り、はい、仲間になりました。ちょっと見えませんけど、今の画面では、ぼやけてて。本当にこのピントをどうにかしてほしいですね。はい。というわけで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。